ポルドーブまでの旅も教えたいと思います。誰もいない新青森駅から札幌に向かいます。誰もいない。電車に乗ったら寝る。電車来るまでちょっと仕事頑張る。皆さんこんにちは、ミハイです。青森に住んでいてルーマニア出身で、今回東京オリンピックのボランティアとして茨城の鹿島スタジアムと札幌ドームに行ってまいりました。前回のビデオで鹿島スタジアムの経験を教えましたが、今回は札幌に行った時の話をしたいと思います。2日間もちろん家に帰らないのでホテルに泊まることになりました。今日は札幌行きましょう。もちろん青森にいる間は大好きな場所、そして大好きな人たちに会いに行きました。今度札幌まで車じゃなくて電車で行くことにしました。なぜか疲れるからです。そして安いからです。まもなく終着札幌です。札幌に着いてその日ホテルで着替えて、そのまま札幌ドームに行って、そちらもルーマニアの試合があって、残念ながらニュージーランドに負けて、試合後に相変わらずの通訳の手伝いをしました。茨城でいろんな経験あったので、どっちかというとスムーズな感じでボランティアの活動をすることができました。その夜札幌に泊まって、次の朝レッスンが終わった後に函館に向かいました。下一停车站是武陵郭站，接着是终点函馆站。谢谢您。函館には今まで何回かいたんですが、今回は一人でいて、そしてホテルに泊まったんですが。おはようございます。函館にいますが、鹿島スタジアムから連絡が来て、ミハイ、また東京に来てください、人が必要みたいです。函館から鹿島に戻るか、どうしようか迷ってます。今日その前に朝ごはん食べよう。また有名だね、これいいね。わかりました、僕が行くとすれば、その夜の夕日を見て函館のエリアを自転車で体験することになりました。渡辺さんと。函館はいい天気だし、渡辺さんもいるし、イエーイ。自転車を借りてあそこの山まで行ってみます。どこまで行けるか分かんないけど、とりあえず行ってみましょう。行きましょう。渡辺さんと初めて函館で会って、一緒に自転車で函館山登れないかっていう目標をつけて行ったんですが、わあ気持ちよさそうですか、渡辺さん。でロープウェイを越えたら右、あそこの看板だね、函館山300m。お、頂上まであともう少しですよ。違いますよこれは。自転車進入禁止です。どこ？入れないですね。なるほど。あら。じゃあ、教会見に行きますか。教会見に行きますか。こっち行ったら津軽海峡が見える。おお。こっち行ってみます一回。通れてみます。函館さんは登ることはできなかったんだけど、切りかかってたので登れなくて世界かな。けどその代わりに自転車で
函館市を回ることができて、そして渡辺さんといろんな思いでいろんな話をして楽しかったです。来た、どうだ、ベジタリアン、ベジタリアン用の卵丼、どんどん、こっちでしょやっぱり。あら、美味しそうですね。美味しそうですよいただきます。あ、ちょうどいい、うん、うまい、めちゃくちゃ美味しいOK、 準備 OK、 ごちそうさまでした。俺ね、海好きなんですけど、はい、泳げないんですよ素敵な海だけど、ここもあるある。ここの1階に自転車借りることができます。楽しかった、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。その日青森に戻ってきたんだけど、もちろん家に帰れないのでキャンプ生活が始まりました。この話は次回また教えたいと思います。それでは良い一日を。ありがとうございます。青森のミハイでした。近いうちにもっと時間を作って動画をもっとアップしたいと思います。今十和田湖にいます。天国と呼ばれても大丈夫ですね。See you. かわいそうだよね。本当だね。ああ！